文化だね、これは。チャーは文化だね。温める。捨てる。そしてこれは、え、これ何茶？ブラックティー。ブラックティー、あ、黒茶ね。ブラックティー、発酵してる黒茶ですね。黒茶を入れます。そしてここにお湯を入れます。こんなに入れる。なんであっちにぶち込んで干さないんだろうね。ね、茶こしみたいにやれば済んじゃうのにね。蒸らしはあるのかな。器温めるの？お茶で温めるの？あの香りをそれで書くんですよ、まず。あ、これを利き茶みたいな感じ。茶の香りをそれで。知らなかったなぁ。あれ捨てちゃうのか。いっぱい目、しかも膜があるから、捨てちゃうんですよね。あ、そう。まあちょっとあの日本の手もみのお茶はね、手の油とすからちょっと捨てろって言われたことある、昔。でも中国の茶って何杯でも飲めるからお得ですよ。あ、そうなの。ずっと使えるんだ。うん、あの面白い。これこういうお茶屋さんもっと日本にあればいいのに。ちょっと待って、中国茶。お店あります？日本にもこういうお店。ありますよ。今結構増えてます。これで嗅ぐんですか、香りを？そう、香りを嗅いで。この香りを。なるほど。分かってないけど、なるほど。香ばしい香りがしますね。こうやって入れるんだ。お母さんはお嫁になさいという意味らしいですから。お嫁がお母さんなんですって。だからお母さんのお嫁がお嫁になさいとか、一生懸命仕事しなさいとか、和田さんのお茶が入りましたよ。女士優先。あ、谢谢。女性の方が先に。あ、なるほど。レディーファーストですね。ではいただきます。いただきます。嘉义的种类什么？湖南。湖南。最有名的茶。哦。湖南最有名的茶。那个明白了。安化黑茶。最有名的茶都听说过。湖南省で最有名的茶は安化黒茶である。黑茶。啊，黑茶。啊，好的。黒茶ね。ラクティ。ありがとう。美味しい美味しい。Thank you.
空港で待っててね。あ、いたった。是金花黑茶，可以看一下，这些全部色调。ちょっとセクシーな感じの子いるね、お姉さん。おじさんたちがこうお姉さんたちにふわっと寄せられちゃうようなお姉さんがお茶売ってるね。でなんだかね、こっちはねトラップだね。おお、ヒョウとかライオンのは大阪のおばちゃんたちが喜びそうな服が。ね。言いたいこと言ってんな。リーさんが似合いそうだよね。あ、似合いそう、似合いそう。うん、謎の中国人。これ高級なんだよ、ここきっと相当高級な通りなんだね。あのカップで10元で安いとか言ってるけど、ちょっと本当はとても高級なんじゃないの？なんか2元ぐらいで売ってそうですよね。ああ、ダウンタウンに行ったらね。5元とか、少なくとも。半分ぐらいで売ってんの？